めっちゃおっぱい見る。あ、こっちか、ホワイトボード。ウィッグお前スタッフじゃないだろ。いじるな、墜落するから。見落ちてますよ、ちょっと待ってください。どこに僕は向かってるんですか。やっていきまーす。意外とうまくでしょ。改めて、ですね、ようこそバーチャルスカイサービスへまたお越しいただきました。はい、今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、前回。はい。全然大丈夫です。今日バッテリー大丈夫ですね。今日はもうバッテリー問題ないです。完璧です。バッチリですね。ちなみに今日って何時まで、なんか、後の予定あられるんですよね。あ、病院に行くんですけど、この後。22時50分からなんですよね。はい、了解しました。ではでは、まあ、改めてよろしくお願いします。お願いします。元気。おすごい。なんかすげえな。はい。じゃあ、でですね、今皆様が来られたこちらはですね、ディスパッチというところになります。大きく書かれてますね。ディスパッチというところです。はい、どういうところかというとですね、こちらで、飛行機、誰に割り当てられてるか、どれぐらいの時間飛んでるのかっていうことを、管理したりとか、どこを飛ぶのかっていうのを、こちらでですね、一括管理をしています。今、誰もいないので、ぜひ、前の方来てくださいな。お邪魔します。ホワイトボードにですね、どの機体に誰が、乗っているのかっていうのがですね、書かれています。はい、めっちゃおっぱい見る。あ、こっちかホワイトボード。ちょ、わかんない。同じ白だったんで、ちょっとわかんなくて。そうですね、そうですね。確かにね。確かにね。すいません。でかい白いものがあるんでね。ごめんなさい。確かにね。はい、今、向こう滑走路の上飛んでいった機体が、一番上の一番機なんですけども、発生さんが乗ってるっていうのが、ね、わかります。ね、こう。こうすることによって、空での空中衝突とかね。集中できないんですよ。全然見えない。何もわかんない。全部がでかすぎて。パイロット出すなら、多分。パイロットいる？ちょっとね、それはそれで感があるんだよな。うん、もうピストインそうすればいい。ちょっととりあえず、もしかしたらあり得るんで、ちょっとそれだけ調整してもらえれば。そうですよ。ウィッグと言ったらね、ニックですから。エイリアンといえばニックなんで。そうだな。用意してきてるね。抗議したよな。申し訳ない。申し訳ない。ちょっとね、違うよ。すいません、申し訳ないです。そうですよね。ちょっとエイリアン界でいう人気の言えない、ちょっと用意、用意しすぎだろ。用意してすごいコンテンツ用意だな。しかもちょっとこっちの方がちゃんと多いし。すごい。そう思ってないよ。あ、これでもう手に入れ、親切だな。親切だな。別荘式で行くわ。これで持ってるんだ。一番下の強制音。じゃあこっちです。タワー見てもらって。よし。やばいやばい。気をつけて。ごめんなさい。戦争だ戦争。ごめんなさい。ごめんなさい。戦争が起こる。とかなんかあれとか見に行こう。インスタントスがフルになって受付の仕事がなくなった。すごい作り込みだな、マジで。30分から飛ぶんですけども、人数がちょっとオーバーしてるので、2班に分けたいと思います。はい。今日ですね、一緒に、来ておられるっていう方とかいらっしゃいますか？みんな、あれですかね。お一人様ですかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。10人なんで、5人5人で分けていきましょうか。一徳。おー、うん？ひびねさんは、お一人で大丈夫？はい、お一人で大丈夫。他に遊覧乗る方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？ニック乗る？ニック乗る。オッケー。じゃあね、ニック、ニックで、なんかね、スタミさんと一緒にいた方が面白いと思うから、じゃあニックこっち。ニックこっち。いいね、いいね。キャラ立ってるなぁ。キャラ立ってるね。見てるからだ、ニックさん、面白いですよね。ニックおもろいわ。ニック素晴らしいわ。今度エイリアン集会しようかな。すげえ。ジャンボジュ。げー細かっ。げー細かいよ、リック。お前ヘルメットちょっと
ちゃいぞ。あ、転ぶな転ぶな。そんな、お前浮かれすぎだよ。転ぶな。はい、どうぞご登場ください。お邪魔します。ここお邪魔します。そしたらですね、あ、ここ、いや、ここニックの方がいいのか。ここニックの方がいいんじゃない、うん、お前、はい、ビフォースタートチェックリスト、シートアジャスト。ニック外にいるけど、大丈夫ですか。ニック乗り方わかんない。ニックの外は、ニックお前、スタッフじゃないだろ。いじるな、墜落するか、ニック。ニック改造するな。ダメ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 。ノーノーノー、ニック。この飛行機はバーチャルスカイサービス401便、羽田空港上空の遊覧フライトでございます。なんか本当に飛行機乗ってるような。この便の機長は気持ちになるわ。トム・メイコ。ショーエンジンフェル。操縦士はヘビーフォーローテッション。ディレクトテイクオフ。私は皆様の客室を担当いたします。初めでございます。ホテルテイクオフ。エンドトラフィック。ご予約ございましたらどうぞお気軽にお声かけください。すごいマジで。皆様のご着席を確認して。なんかマジで乗ってる。近くのシートにご着席ください。キャプテンです。ニック言葉わかんのか。はい、何もわかんねえか。何もわかんねえな。お前その飛ばすの早っ。あ、ちょっと待って待って待って。あ、これパンツめっちゃ見えてんのか。失礼しました。おー、見えてるやんけ。俺めちゃめちゃ。いや、そっちを見て。すいませんじゃない、すいませんじゃない。こっちがすいません。今も見えてます。すいませんじゃなくて。ごめんなさい、無理だ。はい。無理だじゃ、いや、そう、見えちゃうのしかないの。それ、それになると、なんかちょっと見ちゃいけない気持ちになるわ。うわ、これ窓見る感覚、マジでまだ慣れないわ。これ窓見るのマジですごい。そうですよね、すごい。そうそうそう。本当に。また見るのめっちゃいいわ。体乗り出してるみたい。そう。何パターン。本当にこのぐらいなんすよ。おい、勧誘すんな。見切れてる。コックなのにさ、ウーバーイーツ頼むなよ。お前が作れよ。お前が作ったの持ってきたの、これは。あ、持ってる。カップラーメンじゃねえか。ニック。ニック、カップラーメンじゃねえかよ。ちげえだろ。おい、金取りすぎだよ。ニック、座って。ニック、座って。ニック、やばい。ニック、置いて帰るぞ。座って。危ない危ない危ない、座んないと。ニック座んないと。動かせる。すげえ。あ、行ってきまーす。フルトラーから。お、出てる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 。右側に、はい。ヒゲが動いてる。あ、飛行機によってデザイン違うんですね、ソラさん。はい。基本的にはこちらのあのブルースーツのデザイン施されてるのがほとんどなんですけど、一部違うやつを着ます。すげえ。いいな。本当に空港みたい。マジで空港みたい。今日こんなでかかったんだ、てか。はい、マジで最小管制塔行こうって。絶対ジャンプボタンもうすっごい、なびきすぎてる。髪の毛すごい。髪の毛が。お前、ひげお前、ひげえ。髪が流れちゃいます。ほぼちょっと見とだ。スマート走路じゃなくて、それを渡って奥に斜めにある滑走路にちょうど曲がってますけど、すごーい。滑走路を渡っていきます。すいません、ソラさん、今まで VSS ではあの事故とかって、はい、何件かはあるんですけど、ちょっと数字は分かんないです、ね、あ、何件かもちゃんとあるんですね。のちょっと中にはですね、着陸直前でエンジン壊れちゃったりっていうことがちゃんとあるんだ。ことがあって、ニック、お前さ、大丈夫か。さっきお前エンジンいじってたけど落ちねえか、この飛行機。何いじったんだお前。大丈夫か。わかんないのにいじるな。わかんないのにいじる。なんだかわかんなかったのかよ、お前。おい、お茶目な、お茶目なエリアンだな。お座席はお立ちになれませんよ。お前、怒られてんじゃねえか。座れ、ちゃんとニック。いや、何無理そうでしょ。はい、今ね、ミキターンして、滑走路に入ってきます。来ましたね。おー、すげえ。すっげえ。キャビン、インフォームドです。はい、インフォームドです。リファーテイクをチェックリストコンプリート。リリークが来ますね。ここの滑走路で飛ぶんですね。はい、そうですね。すげえな、これはいい体験だなぁ。もらっているはずなので、はい、はい、これからリリークしていきます。今 VSS 見せていただくと、コックピットの、はい、パイロットもチェックリストっていうのでちゃんと基準をこう踏んで入力していって。あ、そうなんですね。やばい、違うずれる。実際に管制塔と連絡してるんですもんね。
フォーマックス。あ、そうですそうです。ちゃんとあのコックピットに座って無線を使ってあの更新ができるようになって、来た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 。髪の毛すごいよ。髪の毛すごいって。うわぁ、髪の毛。うわぁ、すげぇ、すごいすごい。おぉ、すげぇ。おぉ、すごいすごい。すごぉ、音がすげぇ。無重力になんない。なんか無重力になんないよ、飛行機は。落ちた、落ちた。あ、まだいる、まだいる。来た、2個来たよ。2次旋回していくので、あれ機内食、はい、1台目お座りの方は今上がってきた空港が窓から取らないとだそうなんです。すいません、チキンで、チキンで、ビーフ、チキン、ビーフ、おお、おい、用意いいなこれすごいな、これ VR ってすごいんだな。 VR すごいね、これはすごいわ。こんなリアルに見えると思わなかった。え、何機内のアナウンスか。今何ですか。あの流れるコードのアナウンスですね。地面からの高さを常に測ってるんですけど、はい、それが2500フィートになると自動で音声で2500っていうのが流れます。はぁー、人工コードは3000フィートで飛んでるんですけど、下の山が500フィートを超えてくるともう2500フィート来たよっていうアナウンスが自動で流れるんですね。はい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 、すげえな。すごい経験これは。え、ジャンボの方は普段飛んでるんですか。はい、たまに何ヶ月かに1回ぐらいしかフライトはしてないです。え、逆にあそこにある飛行機で全部飛ぶんですか。そうなんだ。いえ、飛ばないものもあります。全部飛ぶようにしたらこれ、周りと重くなりすぎて。あ、そうか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 、確かに確かに。ああ、また今左ターン、最後これがファイナルターンです。ファイナルターン来るぞ。え、ま、マジで海綺麗なんですけど。とか位置によってちゃんと見え方変わってるじゃん。さい、またでしょ。え、そうっすよ。光がなんかすごい。え、あれ、あれ、いなくなった。バン、あ、これいなくなったんだけど。あ、落ちちゃった。ジャンプしたか。あれ、ジャンプした。あれ、ジャンプした。落ちちゃったかもしれない。なんか危ないですよ。ああ、あれ、いなくなった。さあ、もう消えた。あれ、ニック？あ、でもナスだから。あ、9。200。助けてくれない。そうそうそう。メディック。メディックでな。蘇生しないとな。あとで。チャブリック来る。50。怖い。おえすごい。皆様、ただいま、下バグって。お、晴れちゃんと。ただいまの時刻は。そう、ちゃんと動いてますよ。15分。今日は25度でございます。皆様の安全のため、飛行機が完全に停止、エンジンが停止するまで、座ってのままでお待ちください。すごい。All passengers, we have just landed at Daba International Airport. すげー。いやー、すごい。帰ってきた。はい、帰ってきました。おー、イェーイ。ニック、イェーイ。到着したっぽいですよ。空から出たところで。はい。機長の管制官から。ああ、今どこに止めるかをやってんだ。心臓が、心臓が、よい、お医者さんはいないのか。失点する、失点する。ミンミンダージだ、ミンミンダージだ、頼む。頼む。ニック使えないから壊れた。アーメン。なんでお前に撃つんだよ。お前に、お前が、お前に撃つなよ。決まっちゃってんじゃねえかよ。やられてんだよ、俺は。心肺蘇生してくれ。頼む、頼む。周りの人離れて。自分にやんな。全部自分にやんなよ。おお、スタッフさんいる。整備士みたいな人いますよ。整備士さんいるんだけど。え、すげえ。すげえ。ちゃんと働いてんだけど。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。The cabin door is now open. Please get off from the front side door. ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。
ございます。ありがとうございます。すごく楽しめました。よかった、よかった。ありがとうございます。お肉肉大丈夫か酔っちゃったな、肉肉大丈夫か酔っちゃったな大丈夫か。すごい、ちゃんとお仕事してるんですね。こんばんは。どうでしたか、その旅。素晴らしかったです。すごく楽しめました。この車輪の位置なんですけど、はい、コックピットから全く見えない位置で、はい、僕たちグランドハンドリングのこのしゃもじみたいな持ってる人、マーサラーっていう人と、はい、パイロットが息を合わせて止めてます。なるほどね。リアルと違ってラグがあるんで、こうやってぴったり止めるのでかなり難しいんで、グランドハンドリングと。難易度がさらに高いわけだ。すいません、皆さん。ちょっと、飛行機のメンテナンス入れてもいいでしょうか、はい、いいですかね。すいません。肉だけは嫌なんですけど。肉入りました。はい、入りました、メンテナンス。頭出してない。お前、そんな持ってんのか。お前、そんな持ってんのか。ちゃんとメンテナンスしてあげて。完璧な。おっ、これでいいよ。ミック、ミック燃えてるよ。煙出てるが。ミック、静かにしよう、静かに。いやー、大さん、はい、そこの、いわゆるセスナ機ですね。小型機のちょっと説明だけしに行きましょう。はい、どうぞ。セスナもいいなー。すげえ。それは何だ。あ、あ、ね、ありがとう。掃除してんのが。掃除してんのが。ありがとな。キャラ強すぎて。え、それ俺が嘘だ。ありがとな、掃除してもらって。それさ、それいい。マジクリ。マジクリ。マジクリ。お願いします。ニックがね、掃除してくれてる間にですね。ニックはもうずっとやってるんで、はい、お話し進めてもらって。はい。はい、いわゆる、セスナ機という機体です。セスナの172という機体を、モチーフにした機体です。もうね、ほとんど実物と同じように作られてます。作った人が、セスナの、整備してる人なんで。やっぱそういう人もいるんですね。ちょっと明かせないですけど、本職の方は何人かっていうか、やたらいます。はい。はぁ、マジで、すげえ。ここにいるんだ。はい。中全然見てください。全然ね、何か触ったからといって突然エンジンかかって、暴走するわけではないんで、メーター類も基本的に全て動きます。あれ、乗れる？やばー！乗れますよ。で、操縦桿、触ってもらうと、ここですね、動翼と呼ばれる部分、翼見てもらったらですね、翼動きます。ほんとだ、動いてる。そうですね、ハンドルみたいにぐるぐるやってもらったら、翼動いてね、動きます。動いてるなぁ。ありがとう、ニック。ここ、頭突っ込んでまたエンジンとかも作られてます。え、え？マジでセコイ。え、嘘だろ？中作る必要ある？そう、見えないんですけどね。あと、ここのヒンジとか、ね、チェーンとかもついてたりとかしますね。こんまかー。こんまかー。すげー。あ、うん？うわ、あ、本当だ。すごい動いてる。しかも滑らかに動くんだ。うわすげえ、これ。ニック、ちょっとここ、ホコリ溜まってるから吸って。ここ、ホコリ溜まってる。ホコリ溜まってるから吸って。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、いや、いいです。ありがとう、ありがとう。すごいね、ニックで。さあ、じゃあ、準備そろそろできたっぽいんで、はい、皆さんに先やったように、グッバイウェーブ、手振りに行こうと思います。あ、はい、行きましょう。そっち行くとちょっと、エンジン吸い込まれちゃうんで、はい、こちらから行きましょう。実際吸い込まれます。実際吹っ飛ばされます。え、マジで？リアルはもちろんなんですけど、ギミックとしてちゃんと吹っ飛ばされるんで。そうなんだ。かわいい、待って、かわいい。めっちゃかわいいんやけど。あ、行っちゃう行っちゃう。あ、もう行っちゃう。いらっしゃーい。みんな入る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 。おやじがね。これどうなってんの？おいでませんメタバース。こんなことできるんだ。送り出せましたね。さあ、ということでですね、反省と行きましょうかね。はい、実際にあの飛行機は、勝手に進み出したわけではありません。管制塔からの更新で許可をもらって実際に進んでいます。はい。ちょっとワープしましょう。はい。便利ですね、VR チャット。スポーンをかけます。来た！
よいしょ。じゃあ、エレベーター乗ったら、ワープしたら、そのまま外に出てください。はい、そのまま乗りっぱなしだと、一生上下します。はい。はい、わーお。どうだ。Also, leading five, confirm ready for departure. やってる、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 やってる。ジェットベクター01タノチャリランウェイ、ワイプフラインナップの部位。わあ。はい、こちらが管制塔です。お邪魔します。一つだけお願いしたいのが、ちょっとね、あまり、雑談をしすぎると、怒られちゃうんで、全然、質問とかは大丈夫です。雑談に夢中になったりだけ、しないようにだけお願いします。はい、ここにですね、スピーカーがございます。ここのボタンを押していただくと、パイロットとの、更新が聞くことができます。あ、なった。バーチャーセンフォーゼットラジャー。いきますか ?OK です。ニック、ダイナミックだね。ダイナニックだね。お、去ったな。いけた?いけた?いけた?管制官さんはですね、何人か、分担作業をしておられます。今ですね、こちら、目の前にいらっしゃるアルファベルさんが立っているところが、タワー無線というところですね。バーチャースカイフォーゼルトラジャー、滑走路付近と、空港付近の、空を管理している、方ですね。こちらの滑走路はおよそ3キロほど、長さがあります。その3分の1ぐらい、を使って、1キロぐらいですね、使って離陸をしていくんですが、今滑走路、滑走開始は、ね、どれぐらいで上がるか見ておいてください。なので、ワンエキルフとナイマスランドが一度出てきたアルフォータのチャーリー。来た。おー。はい、上がってきましたね。あちら先ほど皆様が乗っておられた機体と同じ挙動をして上がっていっています。およそ10秒ほどで上がっていきましたね。1キロ10秒ほどで上がっていっています。すげえ。タワー管制さんが今こちらにいらっしゃいます。そして、その奥にいらっしゃる、青髪のカメッチさんがいるところが、グランド管制さんというところです。あちらは、誘導をしている、人ですね。はい。今後ろにですね、ルナーさん、あ、何でしょう。はいはいはい。映画とかでめっちゃ気になってるのがあって、これ何ですか?はい、良い質問です。ストリップと言います。ですね、あちらに、物がありますんで、そちらで使っているものをお願いします。はい、こちらですね。はい。はい。これには、機体の名前と、誰が操縦しているかっていうことが、書いています。はい。何のためにあるのかっていうと、バトンとして使います。管制官さん、実際はもっとたくさんいらっしゃって、ここは、3名。だけなんですけども、うん、私が担当している飛行機なのか、それともあなたが担当している飛行機なのか、あの機体はどっちっていうことの混乱を避けるために、これをバトンとして使います。なので、止まってるところから地上を走行するときは、グランド管制が持っている形になります。うん、じゃあ、滑走路付近に来て、飛んでもいいよっていうときになりましたら、タワー管制に、じゃあこの機体はあなたの担当ですよ、というふうに渡します。この受け渡しをする行為をハンドオフと言います。手を離すので、ハンドオフ。大きな空港とかになると、デジタル化とかがしているそうです。で、そこまで大きくない空港とかだと、まだこういったものを使っているそうですね。あ、うんうん、そうだよね、ニック。ありがとう。大丈夫、俺間違ってなかった。大丈夫。じゃあですね、そろそろ、送った機体が帰ってまいります。はい。あちらの方ですね。じゃあ、着陸の方見ましょうかね。ごめん、忘れた。もう一回聞いとって。承知しました。忘れてるよ。まあ、人間が動かしてるもんなんでね。そうですね。まあ、そうですね。じゃあ、降りてきたので、ちょっと迎えに行きましょうか。ジュレットビクター05、タンゴチャーリー、レポートインテンション。ジュレットビクター07、タンゴチャーリー、双葉グランド、タこれはすごいわ。レーダーもちゃんと動いてまーす。はい。あ、ちゃんと、これ、適用されてるの?これか。ちゃんと、ここを通ってねっていう道路はないので、空に。速度も違う機体が一緒に入ってくるんですね。うん、それを、等間隔でしっかり安全に下ろしていくっていうのは、タワー管制さんの仕事で。で、これこのままだと、この機体この辺で曲がってくるので、こいつとこいつがガッチャンコしてしまう。うん、なるほど。で、それを防ぎたいので、ちょっと待機をしておいてくださいねとか、全部マンパワーでタワー管制さんは指示を出して、待機ってもう本当にここぐるぐるするんですか?ここで360度を描いてもいいんですけど、もうちょっと早めに下ろしたいときは、左折をするんじゃなくて、右折をしてぐるっと270度回って降りてくるみたいなこともありえますね。なるほどね。ブレイキングバットはこれで事故を起こしてましたもんね。そうですね。
お邪魔しました。あまりにも絶対人力がいいな、ここは。お邪魔しました。これってワールドってこれ1から作ってるんですか？1から作ってます。これ尋常じゃねえな、そう考えると。綺麗か？埃詰まってないか、ちゃんと。まあそう、まあ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 。お帰りなさーい。あれは。お帰りください。ありがとうございました。つまれ。ええ。こういうか。ちょっと内側に詰めましょうか。またそれ出してる。じゃあ。Wanted。よし。じゃあですね、左席の機長席の方に座ってくださいな。はい。ゼロワンタングチャーリー、リクエストタクシーとランウェイ。ジュリエットベクター、ゼロワンタングチャーリー、双葉グランドランウェイ、ワインドレフトタクシーとホーディングポイント、エコフォー。タクシーとホーディングポイント、ランウェイ、ワインドレフト、エコフォー。ジュリエットベクター、ゼロワンタングチャーリー。じゃあ、行きましょうか。はい、お願いします。ジュリエットベクターゼロ。じゃあグラハンさんに、ワド名を取ってもらって、今左で作業してますね。オッケー。オッケー。回します。ベクターゼロ5単語チャーリー、ホールドプレゼントポジション、ホールドプレゼントポジション。おお。すげえ。行ってらっしゃい。行ってます。行ってきまーす。すごーい。ホテルというコンタクト、双葉タワー、これはすごい。今回着陸まで行くのは難しいかな。続いていった、ゼロ6単語チャリー。クリエイトレクター、ゼロ1単語チャリー、コンタクト、双葉タワー、ワンテーゼロ、デスマル系。マジャー。ワンテーゼロ、デスマル2、フォージュレイ、ベクター、ゼロ1単語チャリー、グデイ。グデイ。すげえ。さあ、低周波数をタワーに変えますよ。よっこいしょっと。担当者が変わるので、ここからの許可はいただいてないので、ちょっと一時停止します。へぇー。今、向こうのビジネスジェットが滑走路を横切っていいですかみたいな、話をしてますね。めちゃめちゃかっこいいな。すげえわ、これは。タワー、ジュレベクター、ゼロワンタグチャーリー、アットエコーフォー、ready for departure to サスロー。ラインナップはジュレイベクターゼロワンタンクチャーリー、うん、その辺もね、実はスイッチ生きてるんですけど、あまりに全部触りすぎると初心者さんが飛ばせなくなっちゃうんで、わざと言ってます。あー、なるほどね。もうぐっちゃぐちゃになってわけわかんなくなっちゃうんですね。うわっ。 Before take off runway 111 ジュレイベクターゼロワンタンクチャーリー。すごすぎる。すごすぎる。パイロットってかっけえな。まあ私は全然素人ですけどね。マジかよ。方はいらっしゃるのはいらっしゃいますけど。わーお。やばーん。その方はジュエットベクター07単語チャーリーをミドルダウンウィンドウリクエストタッチアンドゴー。Reaching 500 right side check clear right turn。はい。そろそろあれしてもらいましょうかね。少々お待ちくださいね。はい、今そちらに操縦権があります。基本的には、左手だけ使ってもらったら大丈夫です。右手握りっぱなしにすると出力落ちちゃうんで、ちょっと難しいですけど、左手だけで、はい、操縦してもらえると。え？やばい。あ、右手はね、おーっと、どういうことですか？あ、ちょっと、右手握って、一番奥まで、一番奥まで入れてください。え？見落ちてますよ。ちょっと待ってください。どういうことですか？右手を。なんで？ちょっと一回上げましょうか。はい、はい。すいません。すいません。あぶねえ。もしかしたらこっちのバグかもしれないんで。あぶねえ。マジで今落ちてましたよ。よいしょ。とりあえず右手でいきましょうか。ごめんなさいね。どういうことですか？あ、上げすぎると落ちますよ。はいはいはい。あ、やばいやばい。ちょっと待って、また。何も、そうっすね。ごめんなさい。で、奥に入れたままにしといてください、左手は。はい。うん。で、ちょっとブロックがないかな。ちょっとごめんなさいね。ちょっと落ちる、危ねえ。まあ、この季節に海に落ちても、まあ、いい水温じゃないですかね。なるほどですね。で、左旋回して、真北を向きたいですね。これコンパスが真ん中にあるので。はい、真っすぐ戻しましょうか。あ、いいですね、いいですね。いいですよ。今もう、何を狙ってんのかわかんないんですよ、これ。どういう動きをして。どこに僕は向かってるんですか？
本当だったら座学ちょっと10分ぐらいあるんですけど、やってる暇がなかったので、はいはいはい、もう久々なんか、操縦からさっきいじってたから、うん、この人なんか、うん、操縦それなりに分かるなと思って、もうそこ乗せちゃいました。ごめんなさい。一番分からん、それが。ここら辺からじゃあ、行っちゃっていいですか？あ、まだまっすぐでいいですよ。許可出てないんで。はい。あ、許可なしなんだ。ね、これが今、言ってた、完成と言ってた待機時間ですね。そうです、そうです。ここで、セパレーションって言って順番を考えてるんです、今。遊びながらここまで学べるのは素晴らしいなぁ。で、今、ちょうどいい感じで来てて、滑走路の左に今、白、白、赤、赤のライト見えるの分かります？はい、見えます。あれ、パピ、PAPI っていうパピっていうものなんですけど、今、滑走路、あそこの真横に下ろすのが一番綺麗なんですけど、そこに対して高すぎるのか低すぎるのかっていうのを表してて、今、2色2色が一番綺麗な折り方なんですよ。はい。なので今めちゃくちゃいい感じできます。ちょっと右に寄らせましょうか。高さはすごいです。今ベストですね。ちょっとだけ右に寄らせたいですね。で、ちょっと出力も絞っていきたいところ。めっちゃ上手ですね。なんか、座学もしてないのにめっちゃ上手。でもこれ白だからちょっと良くない？あ、高いですね。白は高いって意味です。ちょっと下に向けてあげましょう。あれは人工なんですか？人力？いや、あれは、少しずつ角度がね、ずれてるんですよ、色ごとに。あー、あれ、そういうことか。ここで見ると、わかるようになってます。あ、ちょっと、めっちゃ便利です、あれ。いいですよ、いいですよ、そのままいいですよ、落としてください、下ろしてください。めちゃくちゃいいですよ、今。めちゃくちゃ本当にいいです。そのまま勝手に下ろしちゃってください。ちょっとだけ下向いて。本当にめちゃくちゃ上手っすよ。忖度なしで。ナイスタッチじゃん。こっちもらいます。はい。いや、めちゃくちゃ上手ですよ、マジで。よかった。すいません、ちょっとお医者さんが待ってるんで、ここら辺でいいですかね。うん、全然大丈夫ですよ。全然問題ないです。すいません。今日はありがとうございました。ごめんなさいね。めちゃめちゃいい体験できました。またよかったらぜひ来てくださいな。はい、ありがとうございました。VSS さんでした。はーい。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。